うちは娘がやっぱ小さかったので、まあ、上の息子もそうですけど、やっぱ小さい子、ちょっとこれから大きくなっていくのに外遊びとか土いじったりとかそういうことをさせられないのかなっていう不安があったので、そこがやっぱ一番大きかったですね。友達にはやっぱり相談しました。はもう全然賛成派で、応援してくれてます。環境がすごい良かったので、自然いっぱいだし、やっぱ外でたくさん遊んでほしかったので、それで選びました。すごい行政もそうですけど、みんな温かいので、皆さん結構気遣ってくれて、すごい住みやすいと思います。もうすごいのびのびで、もう学校から帰ってくるとすぐお外に遊びに行ったり、友達もたくさんできて楽しいみたいです。来た時は全然知り合いとかもいなくて友達もできなかったんですけど、少しずつ輪が広がって、たくさん友達ができました。私が手作りとか料理とかを通して、同じ趣味っていうか誰にでもできるようなことを通して会話が弾んでいく、友達ができる、輪がつながるっていうのが一番、なんかこう一人で家に閉じこもってたりとかっていう人もいるので、そういう人が少しでも出てくる場ができればいいなっていうところからつながった輪なんですけどですね、やっぱちっちゃい子いるからこそ県外避難っていう道を選んだ人たちがたくさんいるので、みんな小さい子がいますね。戻りたいっていうのはありますね。でもちょっとね、先が見えないので、いつっていうのがやっぱなんか、この時期までっていうのがない、先が見えない生活皆さんしています。